All That Remains はアメリカ合衆国のマサチューセッツ州スプリングフィールドにて結成された5人組のヘビメタルバンド。1998年にボーカルのフィリップ・ラ・ボンテを中心に結成。2002年3月デビューアルバムビハインド・サイレンスソリテュードを発表。2003年にプロデューサーにキル・スウイッチ・エンゲージのアダムを迎え、セカンドアルバム。 This Dark and Heart をリリース。2006年末、元大キャストのジェイソン・コスタがドラマーとして新たに加入した。同年、3作目のアルバム、Fall of Ideals を発表。収録曲、d i s c a リン i n g はホラー映画、ソ総3のエンディングにも使用され、大きな反響を与えた。2007年1月、初の US ヘッドライナーを、無事終了。ヨーロッパへと名を広めていく。 10月、ラウドパーク07に出演し初来日を果たす。2008年、4枚目となるアルバム、オーバーカムが発売され、アメリカのビルボード総合チャートの16位を獲得する。2009年3月、イギリスのパワーメタルバンド、ドラゴンフォーストのカップリングツアーの来日公演を、全国7カ所で行う。2010年10月、通算5枚目となるアルバム、 4 We a ーアーメニーをリリースした。2011年3月11日、渋谷クラブクワトロでの来日ライブが、東北地方太平洋沖地震と重なってしまったが、公演を果たし、翌々年2013年の同日同会場にて、来日ライブ公演を行った。2015年2月、7枚目のアルバム、ザ・オーダー・オブ・シングスをリリース。10月には2回目となる。 ラウドパーク15に出演。2018年10月17日、オリジナルメンバーで、ギタリストのオリー・ハーバートが死去したことが公表された。2019年2月、元ボーン・オブ・オシリスのジェイソン・リチャードソンの加入が発表された。ありがとうございます。